したじゃないですか。で、優勝するまで下地行く前かなんかでアルゼンチンのサポーターがバーベキューやってる横で、水色の巨大な国旗を広げたり、バンデーラって言って、この水色のなんか綱みたいなのをみんなでこうやってやって、でワールドカップってその地獄のなんかプライドとかアイデンティティの戦いなんで、じゃあ僕ら日の丸をっつって、じゃあ巨大な日の丸を買おうかなと思ったんですけど、高かったのもあり、なんかそれだったらどこのサポーターでもできるなと思ってで、1枚の布を買いました。大きな布を。で、これに、日本って書いて、そこにみんなに被災地の思いをいろいろ書いてもらって、もちろん海外の人だったら別にウクライナのことでも、誰かにエールを送ろうっていうメッセージを書き込んでもらって、全部どんどん書いてもらえれば、最後日の丸見れるといいねっていうプロジェクトをしました。で、甲冑も子供たち全員分作りました。でもちろんみんなそれぞれ大変な被災地もなんで観光もしてもらって日本ではできない経験をするということでこうやって砂漠にも行ってもらいました。こんな感じです。ラクダどうだった、コブって柔らかいのって言ったら、いや硬かったですって言ってましたね。あ、硬いんだ。でここはちょっと恥ずかしいですけど、やっぱホテルでね泊まってレストランでっていうのも考えたんですけど、応募が8人あって3人か4人落とさなきゃいけないって時になって、でもテレビに出たし、結構募金が集まりだしたから、このベクトルでいけば多分結構連れていけるなって言って、じゃあ、で、さらに出費を抑えれば、8人全員連れていけない。1人もなんか落としたくないって僕思っちゃったんですよ。僕、偽善者なんで、もう本当にみんなにええ格好したいので。で、もうしょうがないっていう感じで、この自炊でアパートで。でも結果的には、今思えばですよ、当時はなんかすごい、ああ申し訳ないな、俺がお金集まらないばっかりにこんな自炊でと思ったけど、今思えばこの被災地の子たちがここで交流するじゃないですか。そう、他の被災地の大変さを知った子がいて、特にこのマビのこの一番左の今ここ僕のカーソルで動いてるここの子なんかはやんちゃなマビの子なんですけども、この子が他の地域の福島とかの大変さで、ここの2人の高校1年生の15歳と16歳の女の子は石巻と女川なんですけど、15歳と16歳ですよ。なんと仮設住宅で何年住んでたと思いますか。7年ですよ。人生の半分が仮設。仮設にいるってことは、ボランティアで行った人は分かりますけど、プレハブでベニヤ板1枚で隣の人って音筒抜けですよ。プライバシーもないですよ。だからそういう大変な子と10日間過ごしたこのやんちゃな私立学校行くような子が、まあもちろん家この子たちも水没したんですけれども、今は大丈夫で、なんて言ったかっていうと、それ一番この旅で嬉しかったのは、鶴さん今度いつ被災地に行くんですかって、いやなんでって、いや俺も連れてくださいよみたいな、そういう生意気な口の利き方をするやつなんですけど、サッカーやってる。でもそれちょっと嬉しかったですね。やっぱりこいつなりに生意気なんですけども、サッカーもうまいし、でもやっぱりこの自分より年下の女の子たちが7年も仮設に住んでたっていう話を聞いたりして、なんか多分思うところがあったんじゃないかなっていうふうに、いい方に解釈してる。